今回はジャニーズ最後の日にタレントたちが寄せたコメントを紹介します。10月16日をもってジャニーズ事務所は社名をスマイルアップに変更し、ジャニーズと名の付くものは全てなくすことになりました。創設者であるジャニー喜多川氏の性加害問題を受けていったことであり、スマイルアップは被害者への補償を行うためのみ存在し、現在タレントが所属している事務所についてはファンから社名を公募し決定することとなっています。ジャニーズ事務所としての最後の日、タレントたちは自身のブログや SNS でコメントを発表しました。そこには事務所への気持ちや今後自分たちが向かっていく気持ちが語られています。キンキキッズの堂本剛さんは、いろんな思いを歌に乗せて自分らしい1日を過ごします。本日も一緒にいます。空と心はつながっていますと彼なりの言葉でファンへ語りかけました。グループ名を変更することを発表したジャニーズ WEST の藤井流星さんは、いろんな角度からの意見があるから難しくて何を言ったらいいかすごく悩んでてんけど、不安な気持ちになってる人もいるやろうからごめんねとファンに呼びかけ、形とか名前も大事やけどそれ以上にもっと大事にしてきた空間や変わらないものがあると思うと語っています。平成ジャンプの中島裕翔さんは、きっとファンも同じように言葉にできないモヤモヤ、得体の知れない不安があると思います。それは私たちも一緒で、でもみんなでいれば大丈夫な気がすると語りました。セクシーゾーンの中島健人さんは、誰かを尊重し誰かから尊重される、そんな世界をみんながみんな人自身の表現で作品で場所で表せれば全てが正解なのだと思うと語り、最後にはさ、時間だね、行ってきますっていうか一緒に行くんだよとファンに向けて共に歩んでいこうと呼びかけました。菊池風磨さんは、彼のバイブルである漫画今日から俺はにあるセリフを引用しています。そしてどこのなんじゃない、肩書きも地位も必要ない、お前か誰かも関係ない、俺は俺だから胸張ってんだと、自分の現在地や評価で満足するようじゃまだまだってことですねと語り、最後に俺は菊池風磨だ、胸と意地を張ってやっていきますと強い決意を感じる文章でした。ストーンズのジェシーさんは、大変な時代に生きてるよねから始まったブログは、この大変って大きく変わると書いて大変だから良い方向に必ず向かうことに決まってると前向きな言葉を語ってくれました。ファンに向けて、見てる人は見てるんだ、そのままで生きていくんだと声をかけ、最後はおなじみのズトンで締めてくれています。松村北斗さんは、松村北斗もじわじわ違う名前になったりしないかなと松村北斗さんらしい冗談を言った後、今日も明日もいつかも松村北斗だもんなと語り、これからも変わらない自分への決意を語っていました。京本大我さんは、何事にも感謝して歌うこと聞いてもらえることをこれからも楽しんでいきたいと思いますと語り、これからの仕事に向けた意欲を語っています。スノーマンの渡辺翔太さんは、改めて名前が変わっても最高のエンタメを届ける、それは変わらない、みんな事務所改めてこの世界に入れてくれてありがとうと感謝の言葉を伝えています。ラウールさんは、一旦ゼロからみたいな感じに感じるけど次のステップはどこが一番なのか改めてタレントたちで分からせるだけだよと語り、ファンのみんなの心意気大好き、いつも本当にありがとうと自分やファンのみんなを鼓舞するような言葉を伝えてくれました。佐久間大介さんは、アイドルやってなかったらこんなに大勢の人に知られることもなく、いつまでも閉じこもってた人間になってただろうし、俺の人生を全く違う幸せに変えてくれたジャニーズ本当に感謝しかないですと事務所への感謝を述べ、俺たちが培ってきたエンターテインメントは裏切らない、裏切るもんか、だからこそこれからも心を込めて全力でエンターテインメントをしていきますと強い決意を語っています。佐久間大介さんは、タレントの中でもかなり多くのジャニーズという言葉を使っていて、それは自分が全力で取り組んできた事務所への今までに感謝の気持ちを述べたかったのではと考えます。向井浩二さんはブログの最後に謎の数字を残しています。339 39 54 358 359 360 361 362 363
この数字を解読した人たちからは、今までありがとうになると話していて、なぜ暗号にしたのかということについて、これはファンに向けた言葉ではないから暗号だったと解釈している人がいました。どのような解釈になるにせよ、向井康二さんはスノーマン、そしてファンと共にこれからも歩み続けてくれることは間違いないと思います。なにわ男子の西畑大吾さんは、事務所の名前が変わってもなにわ男子は変わらない、なにわ男子となにファムの関係も変わらないとファンに呼びかけています。道枝駿佑さんは、ジャニーズじゃなくなっても僕らは僕らで変わらず、目の前のことを全力で頑張って新しい事務所を盛り上げていくと語りながら、明日からジャニーズと名乗れなくなるのは寂しい気持ちもあるけどと素直な気持ちを明かしています。トラビスジャパンの中村海人さんは、俺はこの名前を担いで大きくなりたい気持ちがあったけど、それはいろんな人の思いがあってできないことだから、わがままは言えないと自分の気持ちを打ち明けながらも、だけど俺が大きくなった会社にちゃんとお礼が言いたいと事務所への感謝を伝え、そして俺たちのファン安心してねと最後には前向きな言葉を届けてくれました。ジャニーズ最後の日にコメントを出すタレントがいる一方で、いつもと変わらない投稿をしているタレントもいました。キング&プリンスの永瀬廉さんはいつも通りの投稿ではありましたが、1日に2回投稿していてファンを気遣う様子がうかがえます。キスマイフット2の玉森裕太さん、二階堂光次さんは普段と変わらない日常を届けてくれました。改めてコメントをしてくれる人も、変わらぬ日常を届けてくれる人も、ファンを思ってくれる気持ちには変わりがないと感じます。ジャニーズ事務所は今後、タレント個人やグループと契約を結ぶエージェント会社を新たに設立することとしています。今後はタレントそれぞれが事務所と個別の契約をしていくこととなり、それぞれが目指す方向性に進んでいくことになるでしょう。しかしデビュー組やジュニアの中でも知名度の高いタレントはエージェント契約が良い方向に向かう可能性は高いのですが、ジュニアとしてまだ活躍の場が少ない人たちにとっては厳しい状況になる可能性もあります。今後新会社がどのような形で所属タレントたちと契約を行っていくのかはまだ詳しく分かっていません。ジャニーズ事務所は被害者への補償が行われた後、将来的には廃業すると発表されています。事実上のジャニーズ解体の動きに不安を感じる人も多くいることでしょう。しかし性加害事件はどの国であっても決して許されるべきことではなく、ジャニーズ事務所でそのようなことが行われていたということは忘れてはいけないと思います。その上で今事務所に在籍していることの有無にかかわらず、活動しているタレントは今までより開かれた場所で活躍してくれることを願うばかりです。今回はジャニーズ事務所最後の日にタレントたちが寄せたメッセージを紹介しました。今後の新会社の動きやタレントたちのこれからにも注目していきたいと思います。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。